角田大河が函館競馬場で引き起こした異常な行動の背景に何が隠されていたかご存知ですか？今回の動画では若手騎手として将来を期待されていた角田大川さんがなぜ競馬場という神聖な場所でそのような行動に出たのか、その真相に迫ります。角田さんが突如として行方をくらました理由、そしてその悲劇的な結末についても触れます。この事件は競馬界全体を揺るがすものとなりました。彼の行動は単なる一時的な迷いではなく、彼が抱えていた精神的な重圧や過去の処分が影響していたのかもしれません。角田さんの背負っていたものは彼自身だけでなく競馬界の構造的な問題をも浮き彫りにしています。さらにこの動画では競馬関係者の反応や彼が経験した過去の厳しい処分についても掘り下げ、角田さんの行動の背景にある暗い真実を解き明かしていきます。彼の人生に何が起きていたのか、そして競馬界が抱える見えない闇とは何なのか、ぜひ最後までご覧ください。この物語はただの悲劇ではなく競馬界の抱える問題を深く考えさせるものであり、私たちに多くの問いを投げかけるものです。それでは角田大川さんが引き起こした函館競馬場での事件についてお話しします。2024年8月1日、競馬界に激震が走る出来事がありました。若手騎手として将来を期待されていた角田大川さんが自らの運転する車で函館競馬場の芝コースに侵入し、その結果芝コースを大きく損傷させるという前代未聞の事件が発生したのです。この出来事は競馬関係者のみならず一般の競馬ファンにも衝撃を与えました。函館競馬場は普段であればレースが行われる神聖な場所であり、競馬ファンにとっては夢と感動の舞台です。しかしその日、夜空に浮かぶ花火の光が輝く中、芝コースを傷つける行為は競馬の聖域を汚すものでした。角田さんは花火を間近で見たかったと述べていますが、その言葉だけでは到底納得できるものではありません。競馬場に車を乗り入れるという行動は騎手としての自覚や責任感が完全に欠如しているように思われます。このような行動は競馬という競技における基本的なルールや倫理観に反するものであり、彼が騎手としての誇りを失ってしまったかのように見受けられます。競馬場はレース場と騎手が一体となり己の限界に挑む場所であり、そこに不必要な危険を持ち込むことは競技の存続に関わる重大な問題です。馬場の損傷は後に修復されるとしても、その行為がもたらした影響は計り知れません。また角田さんの行動は彼一人の問題に止まらず競馬界全体に影響を及ぼしました。騎手としての自覚を欠いた行動が他の若手騎手にも波及し、競馬界全体の信頼性を揺るがす事態となったのです。特に競馬ファンやスポンサーからの視線は厳しく、今後の競馬界にとっても大きな打撃となることは間違いありません。このように競馬場への車の侵入という異常な行動が引き起こした問題は競馬界の倫理観や騎手としての自覚を問うものであり、角田大川さんが自らの行動にどのような意図を持っていたのか、そしてなぜこのような事態に至ったのか、その真相が明らかになることを待ち望む声が多く聞かれました。この事件は競馬界の暗部を照らし出すものであり、今後競馬界全体での対応が求められるでしょう。次は角田大川さんの行方不明と自殺報道についてです。2024年8月1日の夜、競馬場での異常な行動を最後に角田大川さんは突如として行方不明となりました。若干21歳の彼は競馬界で将来を嘱望されていた若手騎手でしたが、その彼が突如として消息を絶ったことは競馬界のみならず社会全体に不安と動揺を広げました。彼がなぜそんな極端な行動に走ったのか、誰もがその理由を知りたがっていましたが、数日後に飛び込んできたニュースはさらに衝撃的なものでした。角田さんは8月2日午前中に JRA から事情聴取を受けた後、連絡が取れなくなっていました。その後彼の行方は全くわからなくなり、彼の家族や友人、そして関係者たちは深刻な事態を予感していました。そんな中、北海道の JR 上野幌駅で
快速エアポートに若い男性が接触する事故が発生しました。この事故で遺体がひどく損傷していたため身元の確認が難航し、 DNA 鑑定によってようやく特定されました。この男性こそが角田大川さんであると推測されました。角田さんが電車との接触事故で命を落としたという事実は、彼の行動が自ら命を絶つ決断であったことを強く示唆しています。多くの人々が彼の行動の背後にあった心理状態を推し量ろうとしましたが、なぜ彼がそのような絶望的な選択をしたのかは依然として謎のままです。角田さんは若い頃から競馬一家の中で育ち、常に高い期待を背負っていましたが、そのプレッシャーが彼の心にどれほどの重圧をかけていたのかを想像するのは容易ではありません。彼の自殺は競馬界にとっても大きな衝撃を与えました。若手騎手としてこれからの活躍が期待されていた彼が自らの命を絶つという選択をしたことで、彼を支えてきた人々や競馬ファンの間に深い悲しみと混乱が広がりました。このような悲劇的な結末を迎えた背景には、彼が抱えていた精神的な問題や競馬界の厳しい環境が影響していたのではないかと考えられます。この事件は角田さんが心の内に抱えていた苦悩を反映していると言えるでしょう。彼が最後に選んだ道は決して軽いものではなく、その背後には計り知れない悲しみや絶望が存在していたのだと思われます。彼の死は競馬界に大きな影を落とし、今後若手騎手たちが直面する精神的な問題に対する対応の重要性を浮き彫りにする出来事となりました。次は競馬関係者の反応についてです。角田大川さんが函館競馬場で起こした事件、その後の行方不明、そして悲劇的な結末は競馬界に深刻な波紋を広げました。特に競馬関係者の間ではこの一連の出来事に対して強いショックと失望が渦巻いています。彼らが最も驚愕したのは、若手騎手として期待されていた角田さんが競馬場という神聖な場所でそのような愚行に走ったことです。彼の行動がもたらした影響は競馬界全体にとって大きな痛手となりました。競馬は常に厳しい環境の中で行われるスポーツです。騎手たちは日々の訓練やレースでの結果が全てを決定する厳しい世界に身を置いています。その中で彼らが持つべき責任感や倫理感は極めて高いものが求められます。そんな中で角田さんの行動はその責任感を完全に欠いたものであり、競馬界の秩序を根底から揺るがすものでした。競馬記者たちはこの事件を受けて競馬というスポーツの本質を見直す必要があると感じています。角田さんが起こした行為は競馬場のコースを損傷させただけでなく、彼自身のキャリアをも台無しにしました。多くの関係者が彼に対して期待を抱いていただけに、その失望は非常に大きなものです。特に競馬界のベテラン記者たちは彼の行動を競馬に対する冒涜として捉えています。競馬場は騎手たちが命を懸けて挑む場所であり、そこでの行動には常に慎重さと敬意が求められます。角田さんの行動はそれらを全く無視したものであり、競馬界全体に対する裏切りと感じられています。さらにこの事件は競馬界の若手騎手たちに対する指導のあり方にも疑問を投げかけました。若い騎手たちがどのようなプレッシャーの中で育ち、どのようなサポートを受けているのかという点が、この事件を機に再び注目されるようになりました。角田さんの行動が示したのは単なる一人の過ちではなく、競馬界全体が抱える構造的な問題かもしれません。競馬関係者たちの間ではこの事件を教訓に、若手騎手の教育やメンタルケアの必要性が再認識されています。しかしそれは同時に競馬界の厳しい現実をも浮き彫りにする結果となりました。角田さんの悲劇的な結末は競馬という世界がいかに過酷で、そして時に残酷であるかを改めて考えさせるものです。最後は角田大川さんが背負っていたプレッシャーと過去の処分についてです。角田大川さんは競馬一家に生まれたことから、そのキャリアのスタート地点ですでに大きな期待と重圧を背負っていました。父親は調教師、兄もジョッキーという競馬一家に育った彼は
他の若手騎手たちとは異なる特別なプレッシャーの中で生きていたのです。このような環境下で育ったことは一見彼の成長を後押しするようにも思えますが、その裏では並大抵のものではない精神的な負担があったことでしょう。競馬界では成功の陰に厳しい競争と失敗への恐怖が常につきまといます。角田さんもその例外ではなく、特に若手の頃から大きな注目を集める存在であったため、その期待に応えようとするプレッシャーは想像を絶するものであったに違いありません。しかしその期待があまりにも大きすぎたために、彼自身がその重圧に耐えきれなくなっていたのではないかと考えられます。さらに角田さんは過去にも競馬界で問題を起こしており、その際に受けた処分が彼の心に深い傷を残していた可能性があります。特にスマートフォンの使用が禁止されている場での使用により、他の若手騎手と共に処分を受けたことは彼にとって大きな屈辱であったことでしょう。この出来事は彼のキャリアに汚点を残し、その後の行動にも影響を与えた可能性があります。彼が再び問題を起こしたことに対する自責の念や、周囲の期待に応えられなかったことへの失望感が彼をさらに追い詰めていたのかもしれません。こうした過去の処分とそれに伴う精神的な負担が角田さんを追い詰める要因の一つであったことは否定できません。競馬界の厳しい現実の中で彼は孤立し、誰にも打ち明けられない苦しみを抱えていたのではないかと思われます。競馬界での成功や栄光の裏には多くの騎手たちが抱える見えない重荷が存在しており、それが角田さんを最終的に破滅へと導いたのかもしれません。角田さんの過去の処分やその後の行動は、競馬界における若手騎手たちが直面する厳しい現実を象徴するものです。彼の人生は過度な期待とそれに伴うプレッシャーがいかに人間を追い詰めるかを如実に示しており、若手騎手たちのメンタルケアの重要性を改めて浮き彫りにしています。今回の動画では角田大川さんが引き起こした一連の出来事について掘り下げてきました。彼の行動の背後には、私たちが普段目にすることのない競馬界の厳しい現実や、若手騎手たちが直面する過酷なプレッシャーが存在していました。角田さんが選んだ道は決して彼一人の問題ではなく、競馬界全体が抱える構造的な問題を浮き彫りにするものだったと感じています。競馬は華やかなレースの裏で多くの人々が命を懸けて挑む競技です。しかしその輝かしい舞台の裏側には、見過ごされがちな心の闇や過剰な期待が若い騎手たちを押しつぶしてしまう現実があるのです。私たちは競馬界の成功や栄光だけに目を向けるのではなく、その裏で苦しむ人々の存在にも目を向ける必要があるのではないでしょうか。今回の動画を通じて皆さんも感じたことや思ったことがあるのではないかと思います。角田さんの悲劇的な結末を受けて、競馬界や他のスポーツ業界がどのように若手選手をサポートしていくべきか、皆さんの意見をぜひ聞かせてください。コメント欄にご意見や感想をお寄せいただければと思います。角田大川さんの事件は競馬界に限らず多くの業界が抱える問題を象徴していると私は考えています。このような悲劇を二度と繰り返さないためにも、私たち一人一人が問題意識を持ち声を上げることが大切です。今後もこのような重要なテーマに関する動画を配信していきますので、ぜひチャンネル登録をして次回の動画もご覧ください。それでは皆さんのコメントをお待ちしています。